ごい量の。More carrots。ご飯セットですね。もうあるんですよ。More carrots。Where's Garrett? Vegetables。何をしてたの今まで。でも一応そことかで。これどういうことなんですかね。なんか西川橋工房。セキュリティが話した。さっきこれぐるーなに。はい、というわけで皆さんおはようございます。時刻は3時56分でございます。めちゃめちゃね、毎回早いということで、まあもうちょっとね遅く始めたいっていう気持ちあるんですけど、やっぱりね7時ぐらいになる、6時7時かな、人が増えてきて、まあ密ではないんですけどもね、やっぱり何があるかわからないということで、極力人がいない時間帯をねセレクトさせてもらってますね。まあ日に日にゴミ、ペットボトルとかお酒のね缶が増えてるかなっていう印象なんですけどもね、まあ、どうしてこんなに、ね、多いんだとかいろいろ思ったりするんですけどもね、まあ、いろいろ調べた中で、まあ、外国人の件なんですけど、外国人が日本に来て結構不思議に思ってる点があるんですけど、まあ、外国人からしたら日本に来たらゴミ箱が少ないという話なんですよね。海外に行ったら結構なんかあるみたいなんですけど、日本はゴミ箱が公共の場というか少ないということが結構ランキング上位ら辺に入ってるらしいですね。まあ、昔はね公園とかねいろんなところにねゴミ箱とかあったんですけど、今となってはもうコンビニとかそういうね感じになって、まあ、おそらくそのお金、いや焼却するのにもお金かかったりとか経費がいろいろかかるんで、まあいうことなのかなということで、まあそれもね少なからず理由もあるのかなとか思うんですけど、まあ、結果的にはね皆さんのマナーとかが、問題になっているということで、今日もちょっと、掃除していこうかなと思いますね。はい、やってきました。早速もうあります。これね、これはもうご飯セットですね。でもやっぱねゴミ多いっすね。お酒の、うわまだ入ってるわ、こういうのがあるんですよ。何をしてたの今まで。でも一応、あ、そうなんです、そことかで、あ、そう、街中でやってました。あ、
当にやってないですよね。まあ、この辺とか普通にこの時間帯でも明かりついてるんですけど、やってるとこやってますね。カラオケの音とかこのビルのどこかで売ってるお店全然あると。だから路面からは見えない2階とか3階建ての店がまあやってるようなカラオケとかね、食べ物系、食べ物が多いですね今日は。食べ物が、こんな感じです。食べ物ゴミがこんな感じですね。本当に食べ物のゴミが多いです。マクドナルドです。まだ入ってる。まあ、ここからですよ正直。
はい、ダム駅到着しました。うわっ、ああこれはひどい。よいしょ。決まった場所にあるね。はい、ご苦労様でした。資源回収、ちょっとでもね役に立ったら。はい、今日も終わりました。ゴミ、なんかその日によってゴミ変わってきますね。今日は食べ物系が多かったです。でもね、あんましね目立たない場所で飲み食いしてんのかなと、まあ、これもコロナの影響で公にねやってたらなんか言われるんじゃねえかみたいな感じで、ちょっとなんか隠れた場所でゴミがあったかなと思います。もしかしたらね気づかない場所にまだあるかもしれないし、ちょっとわかんないですけど、ゴミの形が変わってきてます。まあ平日雨が降った後なんで少ないと思うんですけど、ちょっと週末とかが気になりますね。はい、ご視聴ありがとうございました。というわけで個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません。失礼しました。この動画をいいと思ったらグッドボタン。おるい。いつも動画見てくれてありがとうございます。はい、この動画をいいと思ったらグッドボタン。おるいコマンドのブロックスライチャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。